んにちは、カルメンです。健康と美容のグレードアップ情報美活チャンネル、今日は私のグレーヘア歴をお話しさせていただきたいと思います。写真を途中で入れて説明できたらいいと思っています。私が初めて、白髪染めからカラーチェンジしたのが2019年3月4日です。グレーヘアにしたいと思ったのは、もう50前から美容室へ行くと全体的にもう白髪ですよっていうことを教えてもらっていたので、いつグレーヘアにしようかって悩んでいました。美容室に行くのに楽しみではなく、毎週3時間から4時間以上束縛されるのがとても辛い状態でありました。2019年3月4日に髪の毛の長さもちょっと変えて、白髪染めを全部抜いた状態にしてグレーを入れたんですが、シャンプーするとすぐ色が落ちてしまい、しょっちゅうグレーを入れるような感じで、私の中では白髪染めをやめるって言っても美容室には行っていました。そして髪の毛が伸びてくると下を切るっていう感じで、夏にショートカットにしてから、その時はもう全部、グレーヘアに、見た目グレーヘアになっていたので、もう心はすごく穏やかな感じで、髪の毛が伸びるのを待っている楽しい日々でした。私の中ではすごく穏やかな日々を過ごしていたんですね。髪の毛が長くなればいいわって。でも2020年の9月の末に、4人の子供の末っ子娘が結婚することになって、私がみんなの前に突然白い髪で出たら同級生がびっくりしちゃうっていうことを言われて、それで黒に戻しました。私が黒髪に戻して4人の子供たちはとっても喜んでいました。特に末娘には、サプライズで黒に戻そうかなと思ったんですが、前日にお母さんは黒にしてくるよっていう風に言ったら、とても喜んでくれたのが良かったです。でも結婚式が終わったらすぐにグレーヘアにするつもりではありました。主人は黒髪よりグレーヘアがいいと言ってくれていて、真っ黒にしてから、それから髪の毛が、伸びたらカットしたり、グレーを入れたりしながら、今10ヶ月経ったんですが、今はちょっと毛先、この辺の長いところの毛先に5センチぐらい色を抜いた金髪があるんですが、もう見た目はグレーヘア完成っていう感じで、今は心穏やかです。グレーヘア似合う人とか似合わない人とか言っている方がいるんですが、自分の髪の毛なので似合わないなっていうことは絶対ないと思います。それに唯一無二、髪の毛の量とか 色もグレーが多いとか黒が多いとかいろいろあるので、もうこれは楽しんでもらいたいなっていうふうに思っています。2度目のグレーヘアですが、私のグレーヘアの完成形はロングでカーリー、ロングカーリー、まだまだ先が長いです。
グレーヘアにしたいけど悩んでいる方などぜひ私に相談ください。グレーヘア東京のネギさんやお仲間もいらっしゃいますし、一緒にグレーヘアを楽しみませんか。では失礼します。